トマス・スター・キングはアメリカ合衆国ユニテリアン主義の牧師であり南北戦争の時にカリフォルニア州政界で影響力を持った国を救った演説家といわれるキングは1824年12月17日にニューヨーク州ニューヨーク市で生まれた15歳の時にその家族を支える者となり学校を止めざるを得なかったラルフ・ウォルド・エマーソンや ヘンリー・ウォード・ビーチャーのような人物に影響を受け、牧師になるための独学の計画を始めた。20歳の時、マサチューセッツ州、チャールズタウンの第一ユニテリアン教会で、父が務めていた、説教師を継いだ。1848年、ボストンのホリス・ストリート・ユニテリアン教会の牧師に指名され、ニューイングランドでは、最も有名な説教師の一人になった。 ニューハンプシャー州ホワイト山地で休暇を過ごし、1859年にホワイトヒルズその伝説、警官及び死と題するその地域に関する本を表した。1860年、カリフォルニア州サンフランシスコの第一ユニテリアン教会からの調整に応じた。南北戦争の時、熱心にアメリカ合衆国のために呼びかけ、エイブラハム・リンカーン大統領からは、 カリフォルニア州が別の共和国になることを妨げたものと認められた。さらにアメリカ合衆国公衆衛生委員会太平洋支部を組織化し傷ついた兵士の治療を行ってアメリカ赤十字の先駆けとなった。キングは激烈な演説家でありニューヨークにある公衆衛生委員会のために150万ドル以上の寄付を集めたが、これは アメリカ全州から集まったものの5分の1に相当した。キングは休みない巡回公演活動で身をすり減らし、ジフテリアのため2864年3月4日にサンフランシスコで死んだ。アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションに収められていた。 トマス・スター・キングの銅像ニューハンプシャー州ホワイト山地の山とヨセミテ国立公園の山がキングの栄誉を称えてスター・キング山と名付けられている。1941年カリフォルニア州バークレーのスター・キング人学校もキングの栄誉を称えて名付けられたサンフランシスコにあるキングの教会と墓は歴史的記念碑に指定され市内の二つの通りはキングにちなんで名付けられた。 ゴールデンゲート公園には、キングの銅像もあり、JFK ドライブに面し、デヤング博物館に極めて近い。カリフォルニア州内には、キングの名前を冠し、捧げられた学校がいくつかある。すなわち、サンフランシスコのスターキング小学校、ロサンゼルスのシルバーレク、ハリウッド地区のスターキング中学校及びカーバイケルのスターキング8年生学校である。キング牧師に払われた。 当初の経緯の一部としてカリフォルニア州を代表してワシントン DC のアメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションにその彫像を展示する価値があると判断された。1913年カリフォルニア州の二人の偉大な英雄の一人として評決され彫像のための予算が配分された。1931年カリフォルニア州が 国立彫像ホールコレクションにキングの銅像を寄贈して完了した。この彫像は議事堂の彫像ホールに展示された。しかし、2006年8月31日、カリフォルニア州議会は国立彫像ホールコレクションにあるキングの彫像をロナルド・レーガンの彫像で置き換える合同決議案を採択した。この決議の結果、キングの彫像は彫像ホールから除去され、 元大統領のものに置き換えられた。この決議案は、州上院議員、デニス・ホリングスワースが起草し、デブラ防衛上院議員だけが反対票を投じた。投票は、すべての議員が議事を終わらせる、用意のできていた1日の終わりに行われた。防衛上院議員は、私は、この件について、考えをまとめるためにまさに40秒間使った。私は、 トマススター・キングが何者であるかを説明しようとしたが、それには時間がなかった。もう少し時間があって、実際の議論ができれば、結果は違ったものになったかもしれない。私は、それが起こったやり方に本当に気分を害された。それはまさに成人色の強いものだった。と語った。ホリングスワースは、キングの彫像を除去する理由について、サンフランシスコクロニクル紙に、 正直に申し上げると、私はトマス・スター・キングのことを知らない。おそらく多くのカリフォルニア州民は私と同じだろうと思う。の告げた。ホリングスワースは、キングがカリフォルニア州生まれではないとも付け加えた。しかし、国立彫像ホールに寄贈されているもう一体の彫像、フニペロセラは実際にはマヨルカ島の生まれであり、ロナルド・レーガンはイリノイ州の生まれだった。 スターキングの彫像はカリフォルニア州とサクラメントにあるカリフォルニア州議会議事堂のンダの2階に収められる計画が進められた。儀式は2009年6月3日に行われた。ありがとうございます。